はい、マノチです。よろしくお願いします。クロスキーパーズやっていきましょう。イベント来ましたね。ちょっと待ってよ、イベント。はい、トランクスのイベントが来ました。その前にちょっと見てくれ。課金したんだ。課金したんだ。見て、3台あるさ。すごい嬉しいべ。いやー、てかまあ、1000円で3台にできたのはよかったね。で、ちょっと、このクロスゲート増設して気づいたんだけど、ここの、こういうレベルあるじゃん。このレベルってのも全部共通なんだね。また一個一個やんなきゃいけないのかなと思ってたけど、全部共通だったわ。よし、じゃあ早速行こうぜ、冒険に。いやー、かっこいいなー。トランクスかー。力属性だよね。力属性だよね。うわ、トランクスかっこいい。いや、てか未来トランクスってめちゃめちゃかっこいいよね。未来トランクス、未来ご飯ってのは本当にかっこいいわ。よし、力属性だよな。うん、力属性ですね。セル一人で無理かな。ちょっとセル一人で突っ込んでみましょうか。まあそこそこ強くはなってるセルなんで、セル一人でぐるぐる回れたらいいね。ちょっと助っ人は温存して、本当にセル一体でちょっと突っ込んで、オートで回してみましょう。これでバーっていけてクリアできるんだったら楽。うわー、ちょっと待って、こんなに出てくると思わなかった。これは無理だな、これは無理だな。わざわざわざ力か。きついな、瞬殺。これはきついな。悟空セルかな。スーパーサイヤ人悟空とセルかな。それでいけんじゃねえかな。ちょっと順番は先、あ、待てよ、あとに悟空かな。はい、これでいきたい。でちょっとオートはやめよっか。自力でいきましょうか。自力でいきましょう。2倍速の自力で。ていうか、なんでトランクスお前そんなにいっぱい仲間連れてんだよ。トランクス出てこい。くそ。きついな。あー、間に合わなかった、間に合わなかった。全然スピード感についていけてませんね。ガードできない。トランクス強くない？トランクスが強い。トランクスがめっちゃ強いな。これオートじゃきつくない？いや、まあ別に手動でやれって話なんだけど、トランクスがめっちゃ強かったな。かといって自分で手に入れたトランクスがそんなに強いかと言われて、なんか微妙な気もするしね。いや、トランクス普通に強かったわ。よし、じゃあ最後にちょっとガシャ引いておこう。17号が出たもんね。
いや、ドラゴンボールスーパーの17号はかっこよかった。そういえば、サタンの瓦割りが更新されてましたね。オラに現金分けてくれ。いけ。はい。よし、終わりますか。トランクスが普通に強かったな。なんとかオートで回したいけどな。オートで回すとなると一周の AP の消費が激しくなるね。AP のことを考えながらやるんだったらもう手動だな。手動でやっていくしかないね。まあ終わりますか。トランクスが普通に強かったですね。では、終わります。終わり。バイバイ。